はい、世界のカラバンのエドワードです。今日からスタジオのセットもパワーアップして帰ってきました。どの話題を取り上げようか悩んだんですが、やっぱり第一発目は日韓関係をご紹介したいと思います。6月末に大阪で開催される G20、 首脳国の G7 にロシアと EU、 そして新興国の11カ国を加えた会議ですが、韓国では安倍首相とムンジェイン大統領の首脳会談は行われるのかと連日のように報道され、一方の日本ではこれはもう G19 じゃと両極端の反応になっています。そんな状況の中、開催5日前に日本テレビの生番組ウェイクアッププラスに出演した安倍首相は日韓問題についてこう答えていました。請求権協定というのは日本と韓国の間の国際的な約束であり条件だ。韓国は国際的約束に反するような対応をしている。判決が韓国から出たが国際法上ありえない判決だと考える。そのような意味で韓国は国際法に見合う対応をしなければならない。日本は毅然と対応していく。先に韓国側がしっかりと判断しなければならない。徴用問題についても、また慰安婦合意についても、日本は誠実に国際法に従い、両国の約束に基づいて対応してきた。今度は韓国が確実にそうした対応する番だと思う、と発言したんです。まあ、ムンジェイン大統領になってから慰安婦財団は解散され、事実上の合意破棄。そして1965年に解決済みとなっていた日韓請求権協定を無視し、旧朝鮮半島出身労働者たちが日本企業を訴訟しまくってるから、当然といえば当然でしょう。訴訟された日本企業は弁護士や通訳などの裁判費用、そして韓国内での企業イメージも悪くなり、実害が出てるんです。本来ならとっくに制裁をかけてもおかしくないレベルなんです。安倍政府は従来の日本政府の立場を淡々と述べただけだったんですが、司会者から日韓首脳会談の可能性について問われると、日本は議長国なので大変日程が詰まっている。時間が制限される中で総合的に判断したいと発言。お隣の国の大統領が会談したいって言ってきてるのに、忙しいから話す時間はありませんって言える国にようやく日本も慣れました。これについて韓国の中央日報はこう反応しています。今回は地上波テレビに自ら出演し、韓国に対する批判の程度を高めた。来月の参議院選挙を控え、韓国に対して不満のある保守層有権者を狙ったものではないかとの分析もある。最近に入り、日本政府内では2010年にソウルで G20 首脳会議が開かれた時も日韓首脳会談は開催されなかったという話が出始めた。このように安倍氏と日本政府が議長国首脳としての日程上の理由にしばしば言及しているのは、徴用問題のために首脳会談を避けているという非難をかわすための狙いがあると見られる。非難をかわすための狙い？自分たちの立場が悪くなると問題は日本国内にあると相変わらずのすり替え論法でしょう。これは政治に興味のない人だったら、あ、そうなんだって思っちゃうかもしれません。また中央日報は記事の中でもこう述べています。匿名を求めた元外交部高位当局者は、日本は日本企業の賠償を明示した昨年の強制徴用賠償判決が1965年の韓日請求権協定を否定する判決であるため受け入れられないという立場を何度も表明したとし、韓国政府が日本国内の雰囲気を読めず荒相撲がなの対策を発表して状況をますます複雑にしていると指摘した。反面、国民大学日本学科のイ・ウォンドク教授は、時期的には遅れたが、
韓国政府がひとまず返事を出したということに意味があるとし、 G20 首脳会談を最終的に拒否すれば日本も小国外交という批判を避けられないだろうと話した。中央日報は右寄りでムンジェイン政権批判をしている新聞でもありますが、第三者の言葉を引用して政権批判することはあっても直接批判するようなことはあまりないんですね。残念ながら今回の記事でもありませんでした。日本のメディアでは G20 の日韓首脳会談見送りといった言葉使ってるけど、見送りっていつのことなんでしょう。ムンさんとやる価値ないと判断したからやらないんですよね。だったら見送りじゃなくて首脳会談なしが正しい日本語ではないでしょうか。こういった勘違いされるようなマスメディアの報道の仕方も問題ではないでしょうか。本日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。